こちらに預かっておりますので、来てください。よろしくお願いします。それでは市民連合のこの街頭宣伝の趣旨説明をもう一度、街頭ご通行中の皆さん、そして皆さんに説明していきたいと思います。総係行動実行委員会、小田川さん、お願いします。たくさんの方集まっていただいて本当にありがとうございます。総係行動に参加をしています憲法共同センターの小田川といいます。今日の街頭宣伝、戦争法、安全保障法制に反対をして、この2015年夏に国会行動などにご一緒に取り組みました29の団体が呼びかけています。11月から開始をしています2000万人統一署名を基礎において、一つには戦争法の廃止、二つには憲法に基づく政治立憲主義の回復、三つには日本国憲法の中心に位置づけられています個人の尊厳の再確認、この3点を基礎に置く政治の実現をと立ち上がりました市民連合。安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合が、戦争法に反対をした野党に呼びかけて実施をしているものです。皆さん、一昨日の年頭の記者会見でも安倍首相は戦争法については一言も触れずに緊急事態に対処をする、こういった口実で憲法改正をこの夏の参議院選挙の争点にする、このように言っています。この安倍政権、安倍首相の暴走、憲法民主主義の破壊の暴走を食い止める政治の状況、先の3点を実現できる政治の状況を作り出すためには、夏の参議院選挙で3点に一致をする野党の共闘と候補者の当選を目指す市民と野党の共同不可欠ではないでしょうか。改憲を目指す勢力に対抗する勝てる選挙状況を作り出していくには、野党の共闘とその共闘を求める市民の声を形にしていく、し続けていくことが絶対の条件だと思います。1たす1を1のままで終わらすような共闘ではなくて、1たす1を3にするような共闘、それを作り出していくには市民と政党の共闘絶対に必要ではないでしょうか。市民として主権者としてできることは何でしょう。戦争法反対、立憲主義守れの声、思いを形にしていく、デモや集会も大切ですけれども、先ほど申し上げました2000万人統一署名、この協力、積極的に進めていく、この取り組みを大いに進めていくことを呼びかけたいと思います。2000万人の声を一つにすれば、絶対に政治の状況を変えていくことができる確信をします。皆さん、そう思いませんか。ぜひ皆さん、今日も取り組んでいます署名にご協力ください。より積極的に協力いただける方、この場においでにならなかった方に署名をお持ち帰りいただいて広げていただくこと、心からお願いをしたいと思います。そのことが野党の共闘をより前進をさせ、実質化させる力になる、そのことを改めて申し上げて、この場、この行動の目的ご紹介したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。